はい、こんにちは。今日は小伝馬町の倉重さんから、小伝馬町のってのも変だけど、倉重さんからお送りする、ね、漢方の講演会です。さて、2つ目は人参用エイトなどの話をしようと思うんだけども、人参用エイトは何だってことなんだよね。で、僕の理解は人参用エイトっていうのは朝鮮人参と奥義を含む漢方薬の中の一つの、メンバーです、ね、朝鮮人参ってやつは皆さんご存知の、まあ、イメージで湧く元気つける薬だよ。朝鮮人参、人参、ね、朝鮮人参で、朝鮮人参と奥義を含む漢方薬って、御社には確か5つあるんです。5つ言える？刺そうかなと思うけど刺さないよ。5つあるから。で、5つ覚えるのも結構大変だ、ね、うちは5つあるんですって言えばいいんです、営業に行ったら。で、5つなんか覚えられないって言ったら1個覚えてちょうだいって言えばいいの。それはもう補充液等だから。で、皆さんペン持ってるよね。41番を開いてもらって、神器剤ってなんだ、朝鮮人参と奥義だから、本当に朝鮮人参と奥義があるか丸つけて、人参ってやつと奥義、左の一番上と3つ目だよ。この朝鮮人参と奥義があるやつっていうのは朝鮮人参の作用を強めるの、ね、朝鮮人参の作用増強パターンなの。朝鮮人参があるだけでその漢方薬はちょっと元気がない人向きだなって類推できるんだよ。でも奥義があるともっと元気をつけるパターンなんだってことが分かっちゃうわけ。ってことは、朝鮮人参と奥義を含む漢方薬って他に何があるのっていうとね、覚えてほしい順に言うよ。一番覚えてほしいのはもう41番なの。次が、そうだな、まああえて言えば、じゃあ御社の108番でいいや。108番見てもらうと、人参用エイト、これも本当に朝鮮人参と奥義があるかを見てあるよね。左の一番上と奥義はどこだ、右の2つ目あるでしょ。これを神器剤っていうの。朝鮮人参の人と奥義の義でね。で、これが2つ目で、3つ目覚えてほしいのは、それは従前大法湯かな。従前大法湯は48番、これだって朝鮮人参が右の3つ目にあって、奥義が左の上にあるだろ。これも神器剤なわけ。朝鮮人参と奥義のコンビネーションで元気をつけるバージョンなんだよ。これ3つ目。4つ目は1個めくってもらって、49番に神気秘湯っていうのがある。これも本当に神器剤かっていうと、左の上に人参があって、奥義は4つ目ある左の、神器剤だろ。これで神器剤ってわかる。で、最後の1個は37番の半夏白術天馬湯ってやつで、これも人参が右の一番上と奥義、あった、左の一番下にあるだろ。これが神器剤なの。ってことは、神器剤ってのが5つあるわけだよ。5つね、その5つの中にどういうふうなイメージで神器剤を揃えるかっていう話になるわけね。で、補充液湯っていうのは神器剤の、まあ、万能薬なんだな、イメージは。だから、いわゆる体質虚弱ね、そんなとこに丸してもらえばいいわけ。さっきの体質虚弱、虚弱体質に、虚弱体質の人に万能に使える神器剤っていう感じで、御社が結構頑張ってる108番っていうのは、虚弱体質の中でも特にフレイルにいいんでしょ。フレイルっていう、だからお年を召した方の虚弱体質、疲労倦怠なんかにいいわけだよね。だからこの効能効果を見ると、疲労倦怠なんかにマークをして、場合によったらちょっとこう、高齢者向きとか括弧して覚えておけばいいんじゃないの、ね、だからイメージはもうみんな一つのグループの中の一個なわけで、どれを販売してもらってもいいんだよ。ともかく1個覚えるんなら、人参用エイトだけ頑張ろうって言うんでもいいんだけども、それはこの5つの中の1つのメンバーだっていうふうに理解した方が分かりやすいよね。今で3つ終わったよな。人参用エイト2つ目か。次が補充液と違った、従前大補湯48番。従前大補湯のイメージは貧血ってのがあの、効能効果に貧血だから、従前大補湯は神器剤で貧血っぽいイメージなの。
これを漢方では結局って言うんだよね。結局って薬には普通漢方で言うと始末湯が入ってるの。始末湯がなんで貧血に効くかって実は分かんないのね。分かんないっていうのは、僕は始末湯の中の鉄の成分を測ったけど鉄なんか入ってないもん。基本貧血は鉄欠乏性貧血が多いから鉄が入ってりゃ治るはずなんだけど入ってない。だから僕のイメージは栄養失調っぽい状態の人が貧血っぽくなって従前大砲糖とかを飲ますと、ね、食欲が湧いていわゆる鉄が入っている肉とかを食べられるようになって、ね、お肉の類で昔食ってかどうか分かんない肉はでもそういうような鉄が入っているものが食べられるようになって貧血が治るんじゃないかなって僕は類推してる、ね、だからもしも皆さんが誰かに医師に相談っていうか質問されたら皆さんなりのストーリーさえ持ってりゃいいんだよ。だってエビデンスがないんだから何言ったっていいんだからね。言ったもん勝ちなんだから漢方ってそれも間違いない、ね、それが西洋医学は違うんだよ。西洋医学は理屈があるからどんなに偉い先生が言ったって理屈が勝つわけ。漢方って理屈がないからある意味偉い先生が偉そうに見えるの。みんながひれ伏すから。でもそこでお前じゃあエビデンスがあるのかって反問すればいいわけ。そしたらないんだから。そうしたらもう言えなくなるんだよ本当は、ね、だからこそ漢方楽しいんだよ。いろんなのが効くから。さあ次が4つ目、神木人めくってもらうよ。神木人のイメージは僕は心バージョンなんだよね。だから不眠症とか精神不安とかさ神経症ってあるじゃん。そういうのをマークしといてそういう人の虚弱バージョン、朝鮮人参と奥義が入った薬バージョンだよと思ったら分かりやすいでしょ。でもう一個37番の半夏白術天麻湯、半白天麻なんていう先生いるけど別に西洋医は半夏白術天麻湯って言ってればいいから。これはイメージは真ん中のめまい、効能効果のめまいバージョンの。そういうふうに思ね理解すると僕はもうとっても説明しやすいと思うんだ。なんで人参養栄湯が効くんだ、ね、それは朝鮮人参と奥義が入ってるからですよ、ね、じゃあなんで年寄りにいいんだって言われた場合どうする。人参養栄湯を見てみるか。他と比べて違った薬が入ってればいいんだよね。僕のイメージはこの温治ってやつなんだよな。人に説明するんなら右の4つ目温治ってやつは今 OTC の薬局にぜひ皆さん遊びに行ってね。あ皆さんねOTC 強いもんね皆さんの会社は。そうと恩治って物忘れにいいとかなんか書いてあるんだよな確か微妙に。だから恩治ってのは物忘れにいいんですよ。だからフレイルにいいに決まってるでしょ。朝鮮人参と奥義が入って恩治が入ってるんですよってまあ言えばいいわけだ。まあそうするとさうるさい人は49にも恩治って入ってなかったっけな。僕の理解があってれば入ってる入ってる。だから神木人も別に恩治が入ってるわけね、そういうふうに49と結構108はまあ近いんだよね。まあそんなふうにね見てもらうと楽しいと思うんだ。で漢方薬っていうのはともかく生薬の足し算だから生薬を足すことによってこうパワーを増してるんだよね。でね生薬を足すっていうのはなんで足し算してるかっていうと引き算ができなかったからなんだよ。つまり引き算がいつからできるようになったかっていうとそれは1804年なの。1804年って日本では花岡清秀っていう漢方の名医が乳がんは漢方だけじゃ治んないからしょうがなく全身麻酔を編み出してね、真仏さんって名前をつけて全身麻酔をした年なんだよね。朝鮮朝顔で1804年。ちょうどその頃中国はアヘンが流行っていてまあイギリスが売りまくったんだけどアヘンの気持ちいい成分は何だっていうんで分離できたわけ。そこに名前をモルヒネってつけたんだよ。1804年から、分離生成できるようになったわけ。つまり引き算ができるようになったわけ。この薬効はどこにあるんだ、この毒は何で毒なんだ、これは何で効くんだってのがみんなこんな純物のおかげですよってのが分かるようになったのはたかだか200年前なわけ。漢方ってそのはるか昔からあるんだから引き算ができない以上足し算なわけ、ね、各生薬はそれぞれちゃんとちょっとずつは効くわけだ。でもそれを合わすことによってもっと効くようにするし副作用も減らすしある場合には生薬と生薬を足して全く新しい作用を作ったんだよね。
足し算の歴史だよって理解した方が漢方分かりやすいし、だからこそいろんな全くこうターゲット方向性が違う保険病名がついてる場合もあるんだよね。それは生薬が多いから。だって純物になったら普通マルチには効くわけないんだから。そうやって話すと分かりやすいと思うよ。でね、朝鮮人参、人参って薬局法では書いてあるけども、人参朝鮮人参なんだよ。朝鮮人参1個でも効くんだけども、増強パターンには神経剤っていう増強パターンと、もう1個四君子湯ね、四君子湯パターンがあるわけ。四君子湯パターンの薬って立君子湯なの。四君子湯に陳皮と半夏が加わったやつが立君子湯なのね。四君子湯は43番見てね。で、陳皮と半夏以外のもので、かつもう一個生姜と体操ってやつは、昔は、まあ、今でも中国家庭にあるわけ。生姜って生姜だから、体操って夏目だから、中国に行くと夏目なんかもそこら中で売ってるからね、露店で。生姜体操と陳皮半夏以外のものを立君子湯で丸してもらうと、人参、白術、伏苓ね、それと甘草、これが四君子湯、ね、このパターンってのがもう一個朝鮮人参の作用増強パターンなの。神器剤以外の、ね、それで四君子湯よりももっといいのが陳皮と半夏が入った立君子湯なわけ。そういうふうに朝鮮人参の、ね、作用増強パターンの一個が立君子湯なんだよと思うと分かりやすいです。で、これは疲労っていうよりもイメージは食欲を増すっていう方にちょっとずれるんだよね、疲労っていうよりも。だからイメージは効能効果もこの消化器のねイメージが強くて、1個つけるんなら食欲不振でいいと思う。ただ今はなんか FD とかさ、ファンクショナルディスペプシアとかいろんなのに効くから、それはまあ胃炎かなんかの病名でみんな合うよね。あの胃下垂でも消化不良でもいいからさ、そういう病名を合わせればつくと思うんだ。そういうことで朝鮮人参の作用増強パターンが2つあるんだよって覚えてね。朝鮮人参と奥義の神器剤は御社は5つ持ってるのね。その中で特にフレイルには人参養栄湯がいいわけで、もう1個のパターンが四君子湯立君子湯パターンでよくて、立君子湯が断然使いやすいと思うから、消化不良とか消化食欲不振なんかをターゲットに使ってもらうと、とてもとても、まあ、いいんだと思うんだよね。で、基本これは、1日3回っていうところが多いんだけども、僕は断然2回でいいと思ってるの、ね、松田先生も漢方は2回で出してるから、だから僕はもう2回っていう処方があるのはとってもとってもいいんじゃないかと思うから、僕であれば3方と2方両方病院に入ってれば2方の方出すよ。まあ、そういうことで、神器剤と立君子湯覚えてね。さあ、じゃあこれで2つ目はおしまいだ。はい、おしまい。